大丈夫かな。てか千穂さんのやつさ見てたらさ、情熱大陸が始まったねえ、テレビ出てたね。すごい可愛かった、めっちゃめちゃんこ可愛かった。めちゃんこって言ったらもう古いかな、めちゃんこめちゃんこって古いよね。こんばんは。何、セーラー服の子どこ。セーラー服はお話し会だけのやつですよ。今日お話し会ありがとうございました。いや、まずはそこですよね。お話し会ありがとうございました。だってもう中学生じゃないもん。もう終わったもん、中学生の時間は。あのツイートでは確かに中学生だったけど、今は別に中学生じゃないか。絶対にこの時間に配信してもいいんですよ。あ、ありがとうございました。あ、そうだ、なんかね、今日ね、初めましての方とか、なんかね、ちょっと珍しくなんかあんまりいつも来られないような方とかが来て、なんか新鮮というか、ハラハラドキドキなんだろう嬉しかった、嬉しかったです。ありがとうございました。なんかもやがかかる。めちゃ嬉しかったです。よかった。でもね、なんかね、ね、温泉仲間が増えて嬉しいもうなんか嬉しいよ。あ、なんかついてる。いつも来てくれるみんなももちろんラブだよっていうことをね、伝えておきたいと思います。すねちゃ嫌ですよ。すねちゃダメですよ。リリーベから気になってる。おお、いい傾向ですねいい傾向ですね。可愛げないな、可愛げない。もっと可愛げあること言おう。ツイッターの写真可愛かった。お、ありがとう、嬉しい。もっと可愛くならねば、私も。人生はあなたが思うより悪くない。最近アイコジが気になる。気になってくれてる。なんで気になってくれてるの？なんで気になってくれてるの？それは私が何をしたから気になったの？うざいうざいうざい、離れていくうざいうざいでしょ。離れていくみんなが。
ばんは。うん。1ヶ月前のアイコジが気になった。待って、1ヶ月前のアイコジ何してた？1ヶ月前のアイコジ、1ヶ月前の、あー、歌唱力か。え、待って、もう1ヶ月前？歌唱力、嘘、私2ヶ月前ぐらいの気持ちでいた。まだそんな経ってなかったか。なんか遅いのか早いのかよくわかんない。だって今全然ピンとこんかったもん。1ヶ月前って、そっか。まあでも歌唱、舞台が終わって歌唱力すぐあったよね。ね、そうか、1ヶ月か。あー、あの時超絶忙しかったね。西宮ガーデンズもあったし、そうだった、そうだった。なかなかなスケジュールでしたね。1週間後はコンサートですね。ありがとう、かわいい、嬉しい。でもね、今日ね、あのファンデーションつけてなかったんですよ、実は。ちょっと最近ファンデーションじゃなくて、コンシーラーっていうやつで今日はね、あらを隠してただけ。まあいろいろそのさ、画面通すとフィルターやらなんやらあるのはあるのよ、あるんだけど、でも結構ノーマルカメラとかで撮ってもね、結構ね自分の肌が最近いい感じのことに気づいてます。ファンデーションはなんか結構こう全体にこう塗りたくるんだけど、コンシーラーはなんか例えばここのクマを隠すとか、とほくろが多いとかシミとかが多いとかっていうところにちょんちょんちょんってやるだけ、その違いです。だからそのポイントでカバーするか、ファンデーションは全体でべったり塗るかっていう違いなんだけど、これはリップです。これは今つけてるリップ。そうそう、コンシーラーはファンデーション代わりというかね、なんかもっとカバーしたいときはコンシーラーとかでこう隠した後にファンデーションを塗りたくるって感じなんだけど、私はその塗りたくるっていうか、そのコンシーラーでポイントでカバーした後にファンデーションは塗らずに、今日は気になるところだけカバーしたってだけ。そうなんです。だからあれだね、意外とコンシーラーだけでもいけるっていうことに気づきました。
っと今度からそうしてみる。カタカナのタカさん、ハートありがとう。ヒゲメガネさん、アイスありがとう。坂道 FC さん、バラありがとう。クジマスさん、坂道 FC さん、ギフトありがとうございます。白袋さん、ありがとう。ガントチャットさん、ありがとう。昨夜オールでお昼寝を寝落ちしてたら愛子寺中学校行けなくて落ち込んでました。ダサ。中学校に行けなかった。え、中学、何それ、なんかすごいダサい。なんじゃそりゃ。おみかんさん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。パンチュラモンスターさん、グッドグッドありがとう。ひげめがねさん、バラありがとう。こんばんは。こんばんワークマン。リアル白書が今山口で放送されて、おお、放送されてるの山口。すごい情報がいろいろと。さこちゃんの生誕祭めっちゃ最高。おお、ありがとう、また来てね。DVD 発売記念の鑑賞会はキャストで振り返り会はするの。え、何するんだろう、わかんない。私も初めてなんかああいうなんか舞台挨拶的なのに行くから。でもみんなに、みんななんか久しぶりに会えるのは会えますよね、皆様に。皆さん、みんなっていうか皆さんに。ガントチャートさん、かわいい、ありがとうございます。真顔でちょっとしたボケ言うの好きです。ありがとうございます。でもさっきの私のボケ絶対面白くないでしょ。こんばんは、こんばんは、こんばんワークマン。恥ずかしい。こんばんは、こんばんは、こんばんワークマン。どこにも受けないな。イベントで夢入りに会えるの？え？夢入りの格好するのかな？わかんない。それはわかんないです。明日からこんばんワークマン使いたいと思います。使わなくていいよ。もうそれはもう、ええってなった時も私のせいじゃん。ガキの時こんばんワークマン会社で使う。いいよ使わなくて。愛子寺に会えるしか、会えるなら行くしかねえ。やった、来てね。会えるの楽しみに待ってるよ。友達と上手にやらなくちゃ、そう思って
っと楽しそうに生きなきゃ。はい、ちょっと情報がいろいろあるんですけど、今お台場で舞台挨拶をするそうです。内容が全然わかりません。私も多分、皆さんこんにちは夢ゆり役を務めさせていただきました、小島愛子です。皆さんお久しぶりです。それでは皆さん、私のこの役のセリフといえば、せーの、不正解、みんな帰れっていう感じですかね、多分。あ、こんな感じだと思います。はい、舞台挨拶。やだやだちょっとじゃあリハーサルするね。今から舞台挨拶やってみますね。こんばんは、ワークマンこんばんは、ワークマン。夢売り役を演じさせていただきました、リズムチームの夢売り役を演じさせていただきました。普段 STU48 で活動している小島愛子です。この度は私の主演の、映画、ごめんなさい間違えましたごめんなさい間違えました。私主演ではございません。主演のみちさんをのそばで支える役として、人生を全うしましたええー、小島夢由里愛子です。そうですね、まあ、この作品は、まあ、地球に宇宙人が攻め込んできて、で、まあ、その攻めてきた宇宙人と戦うっていう物語なんですけれども、まあ、その、まあ、私夢ゆりがですね、その宇宙人との戦いでたくさん活躍するっていうね、まあ、そんなかっこいい物語となっております。なのでですね、皆さんぜひこの作品を通じて、大切な人を守ることの、その素敵なシーンをぜひスクリーンを通して感じていただければと思います。嘘ですよ、宇宙人なんか出てきません。大切な人を守るのは間違ってないけど、息が止まる、あ、夢の中なら人
友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ。大丈夫そうって言われた。あ、待って、ちょっとみんなちょっと聞いてください。ちょっと上見てて、上見ててください。見て、ほら、賞状買ってきた。なくしたやつ、お礼を書きます。これはあのライブイベントのマジでごめん、ちょっと笑ってごまかすなって怒ってる人もいると思うので、私は本当に謝りたいと思います。ライブイベントの時のですね、お礼をまだ私は終えてないんですよ。本当に夏休みの宿題を冬休みになってもやってないような、あの問題児なんですけど、私はい、これを書きたいと思います。みんな忘れてないから大丈夫。ちゃんとね、この中にね入れてるから、この中に。今のところね、ちょっと待って、記憶が16位まで表彰してます。なんと16位までありがとうございます言ってます。ほら、でですね、そうだ、アイコの15からやってないんだ私。アイコ選抜入りからお礼してないんだよ。なのでじゃあ11位から15位と、11位から15位だね、次表彰するのは。うん、でこの賞状が何枚入ってる、5枚入りなので、トップ5の方がこの賞状に、表彰状に書かせていただきたいと思います。はい、5枚選ばれし5人、トップ5ですね。こちらに書きたいと思います。すごい。賞状初めて買った、賞状。すごくない？よってその栄誉をたたえ、ここに表彰状を送ります。ね、これめっちゃ良くない？今度はなくさないよ、大丈夫。これ本物、いや本物ではないと思う、多分本物なんかな。というわけで、あ、見てください、私ゆみりんさんが出ました。
かわいい。あとマイキューさん出ました。トレードしますか？私と。いいですよ。トレードして差し上げましょう。いいですよ。戦闘力を舐めないでください。待って。待って本当に。待って、これ何？どうなってるの？何これ？くしゃみが出そう。あ、くしゃみが出る。出なかった。あれ入れたつもりなんだけど、なくなった。まあというわけで次のこれは11位から15位の皆様となりますので、心の準備をお願いします。なのでなにこれ、どうなってんの。あ、今何を探してるかっていうとイヤホンを探してるんですよ。だけど荷物カバンにあ、あったこれです。じゃあこれを探してました。イベントのお礼は忘れてないよっていうことをお伝えしました。あと舞台挨拶がありますっていうのもお伝えしました。あと何があるかな。あとはあ、私のドラマが TVer で見れますよっていうのと、福岡恋愛白書、私が出演している福岡恋愛白書が TVer で見れますよっていうのと、あとなんか伝え忘れてることないかな。あ、そうだ、20日のスタジオ公演の応募もできますよっていうのと、あとミュージックビデオですね。今 QR コードを読み取ったらまた映像が変わっているので、シーズン3になっているので、昨日から、今日からなってるので、皆さんぜひ読み取ってくださいっていうんですね。全然カバンの中に入らないんだけど、いい加減にしてくれる？なんでこんなに入らないの？スケッチブックが入んない。あとは、あ、月初なのでぜひメールを取ってみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。入った。はい、息ができる、止まる。
そりメール見てます。こっそり、なんかたまにさこっそりって言われるんだけどさ、なんかやましいことでもあるんですか？こっそり、なんかやましいことがあるの？先月からしれっとメール取ってます。なんなのさ、みんなしれっとやらこっそりやら、なんなのさ。堂々と私のことを応援できないのか？なんなのさ、べらぼうめ。はい、ではイヤホンが、あの出てきたので息をする心を歌いたいと思います。メール取るか悩んでる。頑張らないと、頑張らないとメール頑張らないと、取ってくれるなら。メール頑張らないと。最近自分の中でこれが流行ってるんですよ。頑張らないと。みんなが撮ってくれるの回る。もうちょっと送ってみようかなって思っちゃうかも。はい、ではでは。こっちだね。今日は息をする心を歌いたいと思います。マイテスマイテス、マイテスマイテス。息が止まる、息ができる、止まる、息ができる、止まる、止まる、できる、息ができる。どうでしょうか皆さん。OK ですか？あ、うん、ファーストテイク、わかりました。じゃあ小島愛子の小島愛子のファーストテイク。チチ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 チマイクは友達。みんな準備 OK？ ボールは友達、マイクも友達。みんな準備 OK？ では息をする心、この曲は本当にたくさんの方に、これからも聴いていただきたい大切な曲です。と
まあ、普段生活している中で、なんかこう思い通りにいかないこととか、行き詰まった時とか、何か自分の中でこの曲を聴いて、その苦しい瞬間を乗り越えてくだされば、私たちがこの息をする心を歌えてよかったなと思いますし、これを聴いてどこかで悩んでるあなたを救えるきっかけになればいいかなと思います。それでは聞いてください。息をする心。夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうにしなきゃ、そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いて、肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ、声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミング失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんのいるべきものが存在していて、僕はもっとそこに目を向けて息をしよう。ああ明日になれば、しまっていいんだ。息の仕方変えよう。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと、そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて。
自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ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 声に出してみる。君が君が好きだ。ありがとうございます。おーなんかマリオみたい。私何歌おっかな。次もう歌えるね。大丈夫だね。ちょっと あれ歌ってみたい。気にならない孤独。あーでもなすかさ、気にならない孤独歌ったらさ、池田ちゃんファンの方からさ、あそこ違うここ違うってなんか言われないか心配。ちょっとアイコジーバージョンで歌っていいなら気にならない孤独歌ってもいいですか。いやでもあの池田ちゃんリスペクトはしてるんです本当に。でもなんか間違えたらなんか怖いなっていう。じゃあちょっと気にならない孤独、なんかもし途中で間違ったらすいません。完璧ではないです多分。気にならないタイトルのまんまじゃん。じゃあ歌ってみたいと思います。隣の席に座ってる。心
こにいちゃ迷惑って言うから僕は困って次でつぶやいた君って変わってるよね。むずいなこの曲。こんな沈黙の世界、僕の理想だった。嫌な言葉は聞こえないし、誰もがお腹で、あんなに他人が面倒で、ミラーボールありがとうございます。あ、ここから好きなんですよ私。一人きりだって思い込んでたけど、周りなどっちばかり、君から教えられたこと、君が急に私はてるタイプだから。はい、皆さんの歌唱です。アリーナそんな僕のことをなぜだろう、君は避けようとしないで、いつしか隣の席に座ってる。ここにいちゃ迷惑聞くから、僕は何にも弱まる。歌詞ができるのに追いつかない。今まで気づかなかった、すいません、池田ちゃんのファンの方、そしてご本人、ちゃんと聞いてからまた出直します。よし、じゃあ次が最後ですね。チュー、可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん。タッタッタタララッタッタッタタッタッタタララッタッタッじゃあ次はですね、そうですね、ちょっとこの曲歌おう、間に合うかな。あたと私の運命がある。
宇宙の片隅から愛のメッセージを送っている。その存在を探すように空を見上げる。イブラスコピオサジタリアスカプリコアエリアスパイシーイスイスデビサあらかじめ語られるロマンス。待って時間やばいかも。ランキング読みます。やっぱり。11位ソリオさん、10位オミカンさん、9位ダースーさん、8位ユウさん、7位ヒゲメガネさん、6位カタカナのタカさん、5位フジマサさん、4位ウミガメさん、3位シロクロさん、2位坂道 FC さん、1位ガールドチャートさん、ありがとうございました。お、歌い切れました。あ、バイバーイ、おやすみなさーい。
ありがとうございました。またね。